ハローミリタリーワイパーの中村です。やってまいりましたミリタリーウェアハウス、今回も中村戸高コンビでお届けしたいと思います。はい、はい、今回はヨーロッパから20パレット入ってます。なかなかのボリュームですね。ちょっと楽しみです。っていうかもう目玉一つ自分の中で決めてるので、そちらを必ずご紹介します。お楽しみに。はい、ということで見てください。最近ちょっともう皆さんも感覚が麻痺してるかもしれないですけど当たり前のような光景になってきましたけど、見てください20パレット、ここにずらっと並んでます。はい、まあ、今回ヨーロッパ便なので中でもオランダ軍のアイテムが多いのかな。そしてですよ、中村がオープニングでお伝えしたどうしてももう決め打ちをしている目玉があります。はい、それはじゃじゃーん、こちらです。もうわかるでしょう。まあ中村一押しオランダ軍、中でも一押しダブルフェイスカーゴパンツ、今回もう無理かなと思ったらまとまって約200本近くかな入ってきました。見てください、このパレット全部ダブルフェイス入ってますよ。下から上まで全てダブルフェイスカーゴ、やばいっすねこれ。個人的にはたまんないっす。もう黒染めと普通のものを今2本持って、実は今日もう履いてますからねやっぱ最近の儀式として入荷するもので持ってるものがあったらそれを着てお迎えするというリスペクトの意欲まで、新しいちょっと自分の中でルーティンができてます。で今回はこちら、もう皆様ご存知かもしれないですけど、あえてちょっと簡単に説明しますね。このオランダのダブルフェイスカーゴパンツ、まずやっぱ名前がダブルフェイスって言いますけど、なぜかと言いますとこれが二重なんですね。要はこのニーパッドだけとかじゃないですよ、もう全てが二重なんです、上から下まで。だからまず何がすごいかというと重みがすごいですはい、めちゃくちゃ重いんですこれで、洗濯して干すときめちゃくちゃ大変です乾きにくい、そう乾きにくいし重たいから、けどそこがいいんですよ。そういうところも愛着の一つです。で、あと一つの、そのあれって皆さんびっくりするんですけど、これベルトループがなくて、実はこの両サイドにあるこのアジャスターで、まあ3-3で6センチずつか、そのぐらいはウエストは縮めれるんで、いやもっと縮めれますね。意外とウエストの融通は効きます。で、最悪ウエストが合わない場合はこのアジャスターじゃない、サスペンダーフック式のやつは引っ掛けれますんで履けますね。で、ここの裾のディテールですね、まあ、自分がこうやってるように、あ、ちょっとゴミがついちゃった。このロールアップして固定できるようにボタンと中にこっちはついてるんで、要はこうやってピックアップすれば、ピックアップしてロールアップすればこういう風にできるんで、意外とウエストと裾にも融通が効くので、まあある程度のウエスト許容範囲もあるのし、あるしレングスも融通が効きますよということですね。まあで、何よりやっぱこの存在感ですよこれ。最初から最後までストレートで太いなって言いますよ。でこの雰囲気がなんか自分の中では47カーゴにも似てるかなって思うんですよね。でもなんかそんな雰囲気もありますよね。そうなんですよ。けどやっぱこの唯一無二のデザインとディテールが自分の中ではさすがオランダ軍と、もうあっぱれでございますよというおすすめの一本ですから。まあ、せっかくなんで、まあ、もうちょっともうスタイル提案しちゃってますけど、いつものようにコーデ提案という感じで別で撮ってみましょうか。はい、はい、はい、ということでコーディネート、まあといっても本当に今日このまま出勤していつものスタイルなんで、もう自分の中では馴染みです。まあ、鉄板ですね今の時期、3月から春にかけてやっぱスリーピングシャツで合わせるこのスタイルは、まあ、比較的簡単できるんで皆さんもぜひチャレンジしてほしいですね。あえて言うならちょっとこれ1枚だと寒いんで、中にサーマル生地のもの、まあ、厚手のもの着てちょっとチラ見せしてカラーコーディネートを挟むっていう、まあまあもう鉄板でしたけど、けど個人的にはやっぱ黒、オリーブ、イエロー、ミリタリーカラーでまとめてますね。いやもうお気に入りです。多分今月あと6回ぐらい同じ格好するんじゃないかなっていうぐらい普段からよく着てるスタイルです。いやーかっこいいっすよ。何よりも本当にこのパンツがかっこいいっすね。パンツのおかげで多分中村ちょっと引っ張られてかっこよく見えてるはずで信じてます。おすすめです。はい、ということでコーデ2つ目です。なぜかというと時間に余裕があるんでコーデ今回3回しますご了承ください。しかも今回ちょっと新しいです。今、まあ、ウェアハウスで働いているスタッフに選んでもらった第2弾です。今回スタッフ吉岡がこのパンツに合うトップスを選んでって言って選んだのがこのオランダのトレーニングジャケットです。理由はシンプルに2つ、同じオランダ軍で色味もまあ合うであろうという
で、ただサイズがこれ10なんですね。今カゴが空いてるサイズが4と10という極端にちっちゃいサイズか大きいサイズだったんです。で悩んだんですけど10で今回合わせました。あえてこのなんだろうな、モンスターパーカー、レベル7ジャケットバリのこのオーバーサイズ感を出してます。まあ、意外とありじゃないかなと思いまして、吉岡にさっき合格と伝えましたなので皆さんに提案しておりますという背景があります。まあ、けど意外と本当にありかなと思いますけどね。だからまあなんか新鮮だなと思います。特にこのマークもイエローだし、今回ちょっとこうイエローとここにタイガー柄入ってるんで、カラーコーデも偶然的にもなんかうまく取れたんじゃないかなと思って、バランスがお気に入りです。まあ、けど提案としてはさっきのスリーピングシャツでしょ、でカーゴパンツだけどあえて上にナイロン系のトレーニングっていう合わせ方だから、米軍のやつでもいいと思いますよ。何でもいいと思いますけど、まあ全然いいスタイルだと思います。参考になればぜひ。はい、ということで今回は倉庫のボス後藤です。後藤提案で米軍のコリアンウールシャツですね、 OG108 の S サイズを合わせてみました。まあ一見ですね、最初思ったんですよ、 OD のパンツ履いてるのに OD 持ってくるか後藤と。まあけど意外と合わせてみると、まあレイヤードで間に白も入ってるっていうのもあって、まあ意外とありだなということで合格です。後藤さんも合格です。どうかどう、これ合格でいいですか。合格ですね。ありがとうございます。大丈夫だと。ということで、まあ今回もまあ色を抑えたっていうことが最大のポイントじゃないですかね、うん、オリーブイエローで綺麗に、しかも偶然にもここにも黒イエローでアーミーってパッチがついてるんで、意外とまとまってるんじゃないかなと個人的には思ってます。だからこのスタイルで言いたいのは、意外とミリタリーセットアップで OD 同士でも、まあこうやって間に差し色とか色を3色ぐらいに収めると意外といけるんじゃないかなっていう説を唱えます。だからぜひ皆さんのお手持ちのワードローブの中であるよってことを方は合わせてみたら意外といけますよ、うん、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで今回はちょっともう取り急ぎ、20パレット入ってますけど、どうしてもこれだけ伝えたいということで、もうこれ実際言いますよ。今日17日、3月17日に入荷してこの動画を撮りました。でいつもリクエストをいただいてます。いつ販売されますかと、まだですかって言って結構時間もいただいてしまってるので、今回はこのオランダダブルフェイスに関してはもうあさっての日曜日20時からカゴを開けます、宣言します。再入荷で販売をさせていただきます。だからこの動画撮った後、もううちのスタッフ全員で急ピッチでこれだけは早急に終わらせます。でここですね、事前に言っておきたいのが、注意してくださいね、先ほどもお伝えしましたけど、ベルトループはないのでウエストでまあ4センチ4センチで8センチぐらいは調整できるのと、レングスもこのロールアップしてここで止めれば結構融通は効くので、その点はサイズ選びの際には参考にしてください。中村が入ってたので今日の動画でお届けしているのは78の80ですね。身長160センチの62キロで、であと今回ユーズドで入荷してます。ただ今上のを見る限り結構どれも状態がいいね。そうですね、ね、うん、ほぼデッドじゃないかなと思うぐらいの感じ、生地感は、はい。でどうしてもこういう汚れが強いものとかあるので、それは省いたりとか染めに回したりとかしますんで、そこは安心してください。ただ一番注意してほしいのがこれですね、前も言いましたけど年代がですね、例えばこれだったら1958年で、こっちだったら、75年、まあ比較的振り幅が広いんですね。これ50年代のものから90年代も確かあった気がする、新しいので言うとセインテックスとか、うん、そうですね。だから今回に関してはユーズドデッドで住み分けするかもしれないですけど、年代は分けてないので、その点だけご了承ください。まあ古い方がいいよって思う方もいるとは思うんですけど、ちょっとそこまでしちゃうと日曜日に間に合わないっていうのもありますし、今回はできる限り早くサイズ分け、綺麗にコンディション分けて皆様にお届けしますので、20日の20時日曜日ですねにお届けしますので、お楽しみに。いつかはと思ってた皆さん多いと思います、オランダダブルフェイス。あとね、ちょっとこれ余談していいですか。ダブルフェイスを履いた人にしかわからない問題で、ここですね、これポケットのマチが前だけ、前はなくて後ろだけあるんですよ。だから履いてる人絶対ここがこう跳ねるんですね。ほら見てください、これどうしてもこうなるんですよ。これも履いていくと仕方ない証なんです。こうオランダダブルフェイスのダブルウィングって中村勝手に名前つけてますけど、ただこれポケットがないから、後ろポケットはシングルで1本あるんですけど、ここ差し込みないんですね。最近気づいた攻略法が、携帯あるじゃないですか、
中村、これを携帯ここに入れるんですね、最近。入れるとウィングなくなるっていう。どうでもいいでしょ。どうでもいいかもしれないですけど、だからこっちに財布入れて、こっちに携帯入れると、このウィング問題解決しますよっていうプチ情報をお届けしました。絶賛 IoT の皆様、ちょっと今回、次回、騙されたと思ってやってみてください。めちゃくちゃ綺麗にウィング消えますから。気持ちいいぐらいにこれ、ほら。ね、こう通販番組かのように魔法の携帯ですよこれ。だから薄い、まあ流行りのコンパクト財布とか使ってる人とか、ここをきれいにこっち携帯こっち財布でウィング問題解決できますから、まああえてこのウィングを楽しめてもいいと思いますけどね。分かってんなっつってダブルウィング出してんなっていう、そういう楽しみ方もダブルフェイスにはありますよという。素晴らしいダブルフェイス。いろんな楽しみ方がありますよ。買って洗濯して重た、乾きづらけど可愛いなっていう愛着が湧いて、ダブルウィング出て仕方ないかって言って履く、このやっぱもう何とも言えない一本ですね。まあそういった背景も込みで皆様ぜひおすすめしたい一本ではありますので、20日の日曜日、マイサイズがあれば迷うことなくご購入ください。個人的にはもう2万3万つけたいヴィンテージの一本なんですけど、めちゃくちゃ安いです。正直なんでこんな安いんだっていうぐらい安いんで、ぜひお見逃しなく。はい、ということで今回のミリタリーウェアハウスのお時間、戸坂中村でお届けしました。よかったなと思う方、ぜひグッドボタン押していただきたいのと、ぜひこちらのパンツご検討ください。それではまた皆様お会いできる日まで、さよなら、バイバイ。